はい、というわけでジュースを選ぶところまで来ました。結局皿荒れちゃうというのは間違いないんだろうね。じゃあとりあえずさ、オレンジジュースにしようかなと思います。はい、いきます。僕は遠慮なくいただくことにした。みんな思い思いのものを手に取る。僕はその中からオレンジジュースを選んだ。果汁 100%、 キャップを開け口に持っていく。うまい。緊張していたせいか、程よく冷えたオレンジジュースは喉越しが心地よい。そういえば果汁 100% のものでなければジュースとは呼べないと聞いたことがある。ボトルのラベルを見ると、これは果汁 100%、 正真正銘のオレンジジュースだ。みんながあらかた飲み終えると、日野先輩は身を乗り出した。ようやく最後の話をしてくれるようだ。みんな構える。今から俺が話すのはある呪いの話だ。あ、これは大丈夫なんだ。みんな孤独は知っているか。虫3つの虫に毒と書いて孤独と読む。有名な呪法の一つだから、こういう集まりに顔を出すような人間なら一度は耳にしたことがあるかもしれないな。孤独の作り方には諸説あるが、複数の動物を箱や亀などの密閉空間に入れ、それを地下に埋める。すると連中は暗い闇の中で戦いを始め、その果てに生き残った一匹を用いるという大まかな流れは変わらない。箱に閉じ込める動物の種類はサソリ、ヘビ、ヤモリ、カエル、ムカデ、クモなんかが一般的だ。共通点はみんな毒を持った生き物だというところか。お互いの毒を食らい合うつに最高に強まった毒性が生き残りの一匹に宿り、人を呪うにはもってこいの生物が誕生するんだそうだ。だがな、実は毒性のない動物でも孤独は可能らしい。その場合は殺されることや食われることへの怨念が積もり積もって、生き残った一体に強い呪いのパワーが宿るというわけだ。その孤独をどう利用するのかというと、まあそれはまた後で話そう。かつてこの学校のある男子生徒が孤独を試したいという衝動に取りつかれた。なおそうだな、仮に朝比奈信也としておこう。あれ、これ部長じゃない？これ部長じゃないの？おい、境目笑うなよ。ああ、そうだ、新聞部部長の朝比奈だ。3年の連中は朝比奈のことを知っているな。まあ仮の話だよ。あえて仮の名前を使わせてもらうことにする。だってそうだろう、知らない人間の名前を出されても所詮は他人事の話じゃないか。それに比べ身近な人間の名乗りを借りた方が話にも親近感が湧くというものさ。ちなみに坂上、お前は本物の朝比奈に対してどんな印象を持っている？え、ビジュアルだけでしか分かんねえけど優しい人じゃなかったかな。知らんけど。へえ、そう思っているのか。なるほどね。それじゃあ話を続けようか。朝比奈は十分に恵まれていたから、誰かを呪ったり自分を幸せにするために孤独を利用しようと考えたわけではない。孤独という呪法に対する漠然とした憧れや好奇心に取りつかれたのさ。もっとも彼は小さい頃から自分より弱い生物が苦しむ様子を観察するのが好きだった。弱ったカマキリをアリの大群に襲わせたり、クモの巣にかかった蝶が食われる様を観察したり、そういう弱い生き物を見て自分が優越感を得ることだけが唯一の心の慰めだったわけだ。そんな奴が孤独という地方が存在することを知り、それに執着したのは必然とも言えるだろうな。自分の意志に反して真っ暗な亀の中に閉じ込められ、飢餓に駆り立てられて、お互いを喰らい合う哀れな動物たち。そんな凄惨な状況を想像するだけで彼は眠れないほど興奮した。興奮しちゃったんだ。へえ。その上、共食いのたびに毒や恨みが勝利者の体内に蓄積されて、最終的には憎悪の塊のような生物が完成するという図式にも残酷な美しさ、美学を感じてやまなかった。その上、共食いのたびに毒や恨みが勝利者の体内に蓄積されて、最終的には憎悪の塊のような生物が完成するという図式にも残酷な美しさ、美学を感じてやまなかった。そして長い年月、そんな妄想をもてあそぶうちに、自分の手で孤独を実現させてみたいという欲求についに勝てなくなったのさ。孤独は対象になる生き物さえ手に入れることができれば、そんなに手間のかかる呪法じゃない。
しかし朝比奈は虫だのカエルだのを集めるうちにふとそれが実につまらない行為だということに気がついたんだ。なぜかって見られないからだよ。彼は残酷な殺戮をその目で見ることが生きがいを感じていたのだから、箱を地中に埋めて結果を待つ以上、呪法が成就される過程をその目で見ることができないのか、できないことが不満だったわけさ。それにうまいこと孤独の生物を誕生させたところで、昆虫や両生類の毒性や恨みなどたかが知れている、知性の微塵も感じさせない虫けらを育てたところで、所詮は呪いの道具にしか過ぎない。それにサソリやヘビのようにもっと毒の強い生き物を集めないと呪いと言い張るには迫力に欠けるしな。だから彼は思いとどまった。そして彼はどうせならより高度で複雑な感情を持つ生物で孤独の実験を行い、その一部始終をこの目で見るべきだという妄念に取りつかれてしまったんだ。そんな生き物は一つしか存在しないよな。そう、人間だ。いや、犬猫飛ばしちゃうんだ。朝比奈はおそらく一度きりしか行うことのできないであろう大切な実験のために2年の歳月をかけて慎重に準備をした。人を材料とした孤独を行おうと思い立ったのが1年生の春。彼が目をつけた場所はこの学校の旧校舎だ。普段から不気味な雰囲気を漂わせている旧校舎は近寄る者もいない。それでいて学校の敷地内にあるから、警察や不審者が不用意に入り込む心配もないからな。見回りの先生の目を盗むことさえできれば、あとは安心して実験が行えるわけだ。それに見回りといっても、旧校舎をわざわざ毎日見回る先生もいない。月に一度、簡単に中を確認する程度だ。そして彼は、何とか下調べをしているうちに、人を閉じ込めるのに、もってこいの地下室を見つけたんだ。学校の都市伝説で、旧校舎には秘密の地下室があると言われていたが、まさか本当にあるとは思わなかった。逆に言えば、この地下室が見つかったからこそ、孤独の実験を実現しようという気になったとも言えるな。これはまさに神からの啓示だと確信した。そして3年の夏休み直前になって、それはようやく実行に移された。それは夏休みに入ったばかりの蒸し暑い日のことだった。朝比奈は学校に7人の生徒を呼び出した。夏休みの最後に総合し、百物語の会を開こうと言ってな。集められたのは5人の男子生徒と2人の女生徒。どこかで見たようなメンバーが構成だな。せっかくだ、朝比奈の例に習って彼らにみんなの名前を付けようじゃないか。そう、新藤誠、風間望、岩下明美、荒井昌司、細田智春、福沢玲子、そして坂上周一だ。日野先輩、自分の名前使わんの？その日までお互いの顔すら知らなかった彼らにはある共通点があった。それは根っから怖い話が好きだということだ。朝比奈に百物語をするのにぴったりの場所があると誘われて、彼らは旧校舎へと向かった。そうそう、ほら、優しそうなビジュアルだよね。ここだ、さあ入ってくれよ。朝比奈は旧校舎の階段の先にある地下室へと7人を案内した。へえ、こんなところがあったんだ。すげえな、ムード満点じゃねえか。しかし、最後の一人が地下室への階段を降りきたところで、背後で鉄製のドアがバタンと閉まり、無情な掛け金の音が地下室に響き渡った。それは長い悪夢の始まりを告げる音だったんだが、その時彼らには閉じ込められたという発想も危機感もなかった。これから始める百物語の雰囲気にぴったりの場所だと喜んでいたよ。おい、なんだよ。その中の一人がドアに歩み寄っていった。鍵がかかっていますね。嘘。あれ、うちら閉じ込められてる。でも百物語をするんだから別にいいんじゃない。雰囲気もあるしさ。でも主催者の朝比奈くんがいないのはシャレにならないんじゃないかしら。そうですね、彼は僕たちをこんな場所に閉じ込めたかったみたいです。え、何のために。僕たち閉じ込められるような悪いことは何もしていないよ。ただ冗談でこんなところに閉じ込めるでしょうか。ここは旧校舎にあると噂されていた秘密の地下室なんですよ。朝比奈さんが僕たちを出してくれない限り誰も助けてはくれませんよ。んなことはねえだろう。大声を出せば誰か気づいてくれるさ。もう夏休みよ。ただでさえ人の通りの少ない旧校舎周りに好き好んでやってくる人がいると思う。混乱と恐慌はじわじわと忍び寄ってきた。おい、朝比奈、何やってんだよ。ここ開けてよ、ねえ。しかし帰ってくるのは沈黙だけだった。
ドアを叩いて騒いで、顔を見合わせて悲鳴を上げて、あらゆる手段を試した後、ようやく彼らは逃げ場がないことに気がついた。改めて室内を見ると、むき出しのコンクリートが四方を固めているだけの、実にそっけない部屋だ。照明は天井の中央に裸電球がポツンとついて灯っているだけで、四隅が陰るくらいに頼りない。そんな密室に夏の熱気と湿気と経年によどんだ空気がみっしりと押し込められている。他にあるものといえば、部屋の隅に段ボールが一箱、壁が分厚いこと、ドアが頑丈なこと。脱出口にはならないものの、空気取りの穴が開いていることなどを確認した彼らは、藁にもすがる思いで段ボールを開けた。そこには何が入っていたと思う？救いを求めた彼らの神経を逆なでするような物品の数々さ。まず水、2リットルのペットボトルが7本。それを見た瞬間、彼らは自分たちがここに閉じ込められたのは最初から計画的だったことが理解できた。7本ということは、1人1本ずつ分けろということだ。誰も言わないのに、彼らは奪うようにしてペットボトル1本ずつ取り、抱え込んだ。誰にも渡さないためには、それはまだいい。包丁、ナイフ、ボウガン、縄、アイスピック、ノコギリ、釘、トンカチ、鉄パイプ、生産カリの瓶、釜、カッター、ナックル、市内なんか浮いてない？市内なんか浮いてないですかね。で、生産カリの瓶とかさ、はあ、まあまあまあ、どう使ってもいいんですよね。好きにして。解説するまでもないな。彼らをここに閉じ込めた朝比奈の悪意と、これからこの部屋を吹き荒れるだろう悲劇を匂わせた武器の数々だった。その中身を見れば、誰だって簡単にわかる。殺し合えということだ。彼らは押し黙った。その静寂の中から、沼の主が浮かび出るように、さっきとは比べ物にならない恐慌が湧き上がってきた。僕はこんなところに閉じ込められるのは、まっぴらごめんです。早速一人が行動を起こした。細田だ。細い釘を拾い上げ、階段を駆け上がり、ドアの前にしゃがみ込んだ。そして、鍵穴に釘を差し込み、ピッキングを試みたんだが、ギャッ。と着地に失敗した猫のようにヒステリックな絶叫を上げたかと思うと、体が不自然にのけぞり、痙攣しながら階段を下まで転げ落ちた。駆け寄った6人が見たのは、妙な角度に首がねじ曲がった細田の姿だった。どうしたのこれ。首にもう一つ関節ができてしまったかのようなひどいねじれ方をしていてな。うつろに開いた口からは、泡まみれの下がだらりと伸びて、眼球は白く濁っていた。どうしてそんなことになったの。あ、なんかガスかなんかやられたってこと。顔面には何箇所も火傷の跡があり、はち切れそうなほど膨れ上がった水泡がいくつも起きてていた。そして焦げ臭い。誰もが一見してそいつの死を悟ったよ。新井がポツリとつぶえた。感電死ですね。あの扉には触れるなということですよ。逃げようとすれば細田さんの二の舞になるということです。泣く、吐く、叫ぶ、呆然と立ち尽くす、壁を殴る、へたり込む。表現は6者6様だったが、それぞれが改めて身に迫った死を強く意識した瞬間だった。死体の競争の恐ろしさ、死体に重ねてしまったこれからの我が身、ようやく生々しく迫ってきた危機感、日常が遠ざかってしまったという確信、逃げ場がないことへの絶望、この状況を作り出したものの歪んだ精神構造、その混乱を制するかのようにどこからともなく声が響いてきた。鍵穴には電流が流れているんだ。触らない方がいい。それにしても、細田は打ち所が悪かったようだな。運のない奴だった。まあ最初に死ぬのは彼だとは思っていたけれど、あまりにも安易であっさりした死に方だったね。それは他ならぬ朝比奈の声だった。よく見れば、天井の一辺にスピーカーが備えられていて、声はそこから聞こえてきた。その声は閉じ込められた6人の神経を逆なでするかのように苦笑交じりだった。朝比奈は人間を用いた孤独を思いつき、ここにいる人間で実験しているのだという自分の野望を語って聞かせた。鍵穴に電流を流したのは、釘やピンで鍵を開けられないようにするための牽制のつもりだったけれど、思っていたより強すぎたみたいだね。そのせいで階段落ち、結果として死んでしまったのは、こちらとしても不本意なことだと思っている。孤独は像を喰らい合って膨らませることで完成させる手法なのだから、君たちには本気で殺し合ってもらわなくてはならないんだよ。だからこんな死に方で一人減ってしまったのは本当に残念だ。確か最後の一人になるまでドアを、誰か最後の一人になるまでドアを開けるつもりはない。様子は監視カメラとマイクで常に探っているからね。早く自分たちの運命を受け入れ、積極的に殺し合った方がいい。そうすれば最後の一人はすぐに出られるよ。
では頑張って、グッドラック。通信が切れそうになるのを悟って黙っていた6人は一斉に騒ぎ立てた。おい、ちょっと待てよ。こんなことをして許されると思っているんですか？僕たちが帰らないことを心配した家族が警察に通報しますよ。そうよそうよ。朝比奈はあらゆる懇願にも脅しても沈黙をとした。抗議が通用しないと悟ると6人は次第に無口になっていった。ねえ新井さん、警察がきっと探しに来るよね。明日になればお母さんたちが心配して連絡するもの。確かに警察は動くでしょうね。でも私たちを見つけられる可能性は限りなくゼロに低い。ゼロに低い近いか、そんなことないよ。日本の警察は優秀だもん。さっきは僕も興奮してあんなことを叫んでしまいましたが、岩下さんの言う通りです。僕たちはついさっきまで旧校舎の地下室で百物語をするなんて知りませんでした。学校の集まりに行くとしか両親にも伝えていません。そんな、確かに学校に警察は調べに来るだろう。だが朝比奈はこの日直接会うまで彼らに旧校舎のことは話さなかった。万が一旧校舎が捜索されたとして、この秘密の地下室を警察は見つけることができるだろうか。そんな簡単に見つかるのであれば、とっくにこの地下室のことは有名になっている。朝比奈が見つけたのはまさに奇跡的な偶然で、本当に神の啓示だったのかもしれない。どうして僕たちなんでしょうか。あ、そうか、坂上くんいるんだ、忘れてた。僕は他の皆さんと今日初めて会いました。どうして僕なんですか。それくらいは教えてあげてもいいかな。ただ突然殺し合いなさいと言われても釈然としないものね。孤独は毒や恨みなどの負のエネルギーを互いに食わせることによって増幅させ、吸収させ、一つに集めることで完成されるんだ。ならば人間でも同じく強い毒性を持つものがいいと僕は思った。だから君たちを選んだんだ。どういうことよ、私毒なんか持ってないもん。毒といってもいろいろあるからね。君たちの共通点はね、存在そのものが毒、犯罪者であることなんだ。犯罪者。6人は互いの顔を見つめ合った。朝比奈はそれが誰の罪とは言わず、罪状だけを淡々と述べた。簡単にだけ説明するよ。一人は万引きの常習犯、一人はカンニングの常習犯、一人は嘘ばかりついて周りに迷惑をかけている、一人は親を欺き陰で悪さをしている、一人は親友を裏切った、一人は喧嘩で相手に重傷を負わせた、そして最後の一人は身勝手な理由で恋人を捨てて自殺密に追い込んだ。それが君たちが犯罪者である理由だよ。一通り述べ終わる頃には室内は静まり返っていた。ふざけんな、その程度のことを誰だってしているだろう。それで犯罪者扱いかよ。そうよ、私だって勝手に相手を振ったんじゃないわよ。束縛されてしつこいから嫌になったの。それで自殺しようとしたなんて、そいつがナルシーなだけじゃん。私は悪くないもん。そんなことないよ。今のはみんなに思い当たってもらいたいから話したほんの触りの部分だよ。みんな自分の胸に問いかけてごらんよ。君たちは立派な犯罪者じゃないか。それとももっと突っ込んだ罪の話をしようか。例えば誰がいつどこで誰を殺し。やめろやめろ、もういい、それ以上言うな。俺たちが犯罪者でいい。そう言うと進藤は顔を覆い深いため息をついた。でも誰も進藤の言葉に逆らおうとはしなかった。ということは誰もが朝比奈がこれから話そうとした本当の罪に心当たりがあるってことだ。自分の罪を言い当てられたのも不気味だったが、一緒に閉じ込められた者たちがそれぞれに後ろ暗い人間であるという報告もあまり気分のいいものじゃない。ギスギスとした空気が充満する中、マイクのスイッチが切れた。それじゃあグッドラック。朝比奈は6人の監視を行うために地下室の上の教室に機材を持ち込んでいた。いつ警察が来てもいいように旧校舎の歴史という夏休みの宿題レポート書くという届け出も学校に提出していた。旧校舎に立ち入ることは禁止だが、特別な許可をもらったものも、全ては孤独の実験のためだった。それに機材の意識は教卓の陰にうまく隠し、配線も巧みに瓦礫になじませたので、深夜の見回りが懐中電灯で人ならでしたぐらいじゃ見つからない。朝比奈は旧校舎に泊まり込んで実験を行うほどの準備をしていたのさ。マイクを切った後も彼は興味深くモニターを見守っていた。いや、マイクを切ってからが本番だからな。必死に励まし合いながら最初の動揺から立ち直った6人は状況を打開する方法について話し合っていた。ダメね、携帯も繋がらない。
僕どもです。これぐらいの地下なら電波もつながると思うんですけれど。朝比奈さんは相当良い周到に準備していましたからね。おそらく携帯電波の妨害機でも設置しているんじゃないですか。クックック、荒井くんは頭がいいね。まさにその通りだよ。君たちの携帯は使えないよ。さあ、暇つぶしにゲームアプリなんて遊んでいる場合じゃないぞ。早く殺し合わないとお腹がすくぞ。彼らの荷物は朝比奈が引き入れる際にうまいこと言って上の教室に置き去りにさせていた。もちろん携帯も使えないからただの板切れと同じだ。今彼らの手元に役に立ちそうな道具は何もないから、できることなどたかが知れていた。それでも彼らは諦めず、ドアに体当たりし、壁を叩き、空気取りの穴から大声で助けを求めていた。しかし、地下室のドアは分厚く頑丈で、コンクリートの壁は厚く、彼らを下界から完全に隔離している。空気取りの通路からも下界に声は届かない。彼らは必死でも、朝日にとっては全てが想定内の出来事だ。しかし、監視の時間はあくびが出るほど退屈だった。朝比奈が見たいのは彼らの脱出劇じゃない。彼らが孤独になるための殺し合いだ。しかし彼らは仲違いをするどころか強い絆で協力しているじゃないか。参ったな。人選を誤ったか、間違ったか。やがて自分たちの無力さを悟った6人は観点を切り替えてここでの過ごし方についての検討を始めた。時間が経てば誰かが探しに来てくれるかもしれない。それまで体力や気力は温存するためにできるだけストレスの少ない環境を整えようと考えたんだ。まず彼らは一人一本割り当てられたペットボトルの飲む分量を全員で確認し合うことにした。もし誰か一人が水を飲みすぎて亡くなってしまえば他人の分が欲しくなる。それを防ぐために全員が1日に飲む量を配分して決めた。一番水を多く飲みそうな細田が真っ先に死んだことは残されたメンバーにとってはラッキーだった。彼は全く水を飲むことなく死んだのだから一本の水が余ったことになる。だが素直には喜べない。いつ自分がああなるかわからないのだし、複雑な心境だったろうな。それから部屋を8分割して、その中の6区画は各人のための空間、1つはトイレ、残った1つは武器庫兼そして細田の死体置き場に割り当てた。部屋といっても仕切りなどはない。包丁で床に境界線を刻んだだけの子供の陣地ごっこみたいなものだ。それぞれの部屋に収まった各人はもう語る言葉もなくして膝を抱えた。長い沈黙の果てに坂上がポツンとつぶやいた。それにしてもなんで水なんて置いてあったんでしょうか。え？だって僕たちに殺し合ってほしいなら命を長らえさせるような道具は必要ないと思うから。何人かは黙ったままうつむいた。彼らはうっすらとその答えに気づいてしまったんだろうな。そう、中途半端に残された希望はいさかいの種になるということさ、ことをさ。水がなければ争いも起きない。誰もが平等に水を飲めないからだ。だがここには水がある。しかも平等に。平等ということほど不平等なものはない。もし水を手に入れて3日生き延びることができるならば4日目以降も生き残りたいと願う気持ちが強まるだろう。たとえ他人を押しのけてもな。また長い時間をかけてじわじわと追い詰められるうちに憎悪や恨みも深く熟成されるだろう。そうだよ、欺き欺かれ、奪い奪われ、不信を募らせて醜く争えばいい。朝比奈はモニターの向こうに向かってつぶやいた。朝比奈は最初の通信で常にモニターで監視していると彼らに匂わせたが、あまりに何も起きないので飽きてしまった。さすがに何日かかるかもわからない共食いのドラマを辛抱強く待つつもりでいたものの、極限状態において共に力を合わせようというお目涙頂戴の感動劇は朝比奈の趣味じゃない。朝比奈は鑑賞ビデオ録画に任せ旧校舎を抜け出して帰宅したんだ。そして優しい母親が作ってくれたオムライスを腹いっぱい食べたのさ。空腹に苦しむ6人のことなど忘れてた。さらに方々に電話をかけ、今日閉じ込めた面々が帰宅しない理由をでっち上げることも忘れなかった。朝比奈は閉じ込めた連中の部活の先輩や担任の教師になりすまして部活動で数日泊まり込むとか友達の家に厄介になるとか適当な理由を並べ立てた。ちょっと裏を取ればバレてしまうような危なっかしい嘘だったが、少なくとも数日間ぐらいの時間稼ぎになればいいぐらいに思っていたんだな。特に集められた6人共通点はない。それがまた真実から目を背けさせるように絶好だった。
2年間をかけて閉じ込めた人間たちの環境を調べ上げていた朝比奈の思惑通り、あっさりと外の世界から彼らを隔離することを成功させてしまった。こうして地下室に垂れていた一縷の雲の糸はちぎれたわけだ。孤独の箱が完璧に仕上がったのはまさにこの瞬間だと言えるだろう。次の日朝になると、朝比奈は急いで急行車へ向かい様子を伺った。やはり家に帰ったのは失敗だったと朝起きて考えた。もしかしたら夜中に何か事件が起きて殺し合いは始まったのかもしれない。あの人数なら殺し合いが始まった瞬間に決着がついてしまうかもしれない。だとしたら孤独はもう完成してしまっている。一番見たい部分を丸ごと切り取ってしまったような自分の愚かな行為に自分を強く責めた。そして急行車に着くと教室で急いでモニターに見た。そこには驚くべき光景が映し出されていた。閉じ込められていた6人は車座になって談笑していたのさ。明るい口調で福沢が日常の笑い話を披露し、後の5人も極力楽しげに聞き入っている。集める人間を調査した限り、彼らにこんな一面を垣間見ることはなかった。人間関係をうまく築けず、社会のはみ出し者というレッテルを貼られるにふさわしい人選だったはずだ。それが何を談笑している。大きな笑い声を立てて盛り上げる者もいる。だが見ていくうちに朝比奈は次第に笑みを浮かべ始めた。談笑している彼らの様子は演技をしているかのようにどこか不自然なのだ。作り笑いか、涙ぐましい努力だね君たち。朝比奈はモニターの前で頬杖をつきながら成り行きを見守ることにした。食事はないのだ、水しかないのだ、そして硬い地面の上に直接寝るしかない。着替えもない、風呂もない、何もない。あるのは水と戦う道具だけ。彼らが我慢の限界に達するのも時間の問題だと確信した。そこに至るまでの時間はたとえ何時間かかろうとも一切目を離すことはできないと北総園だのだ。みんな衣服も髪も乱れ出して、顔の筋肉こそ笑顔の形で引きつっているが、目の下には青黒いクマが絶望の影のように張り付いていた。室内の様子で変わったところといえば、武器を入れてあった段ボールが昨日トイレと決められた部屋の隅に移動させられたことぐらいか。段ボールの中に入っていた武器は室内を8分割したうちの1つ、死体置き場に放り出されていた。そうか、あの段ボールに用を足すことにしたのか。想像するとモニター越しのほの暗い室内に立ち込めている異臭が簡単に想像できてしまう。そうだ、死んでしまった生徒の死体もこの暑さに腐り始めているはずだ。泥よりもよどんだ悪臭を吸い込みながら正気を保とうと彼らは必死に笑っているんだ。朝比奈はしばらくそんな室内の茶番劇を見つめていたが、やがて立ち上がり、どこからか持ち出してきたスピーカーをマイクの前にセットした。そこから流れ出たのは当時人気のアイドルが歌う歌謡曲だった。諦めないで、顔を上げて、私はあなたを見捨てない、ってやつだよ。聞いたことないか。アイドルらしい甘く鼻にかかった歌声が高い気で頑張る者にエールを送る応援歌さ。春の日差しよりも夏の風よりも夢は心に輝くものだから、そんな曲をスピーカーの音量を上げてガンガンに流したわけだ。エンドレスのリピートでな。いくら好きな曲だったとしても、そんな聞かされ方をしたら耳につくよな。ましてや暑くて臭い不快な環境で無理やり耳にねじ込まれるんだ。どんな風にひねくれたらそんな嫌がらせを思いつくんだろうな。朝比奈ってやつは相当性格がひねくれていたんだな。おっと、間違えないでくれよ。新聞部の朝比奈じゃない。昔この実験を行った仮の朝比奈深夜だ。そこを忘れないでくれよ。6人は突然鳴り始めたハイテンションなアイドルソングを無視しようと努めた。だがそれもやがて限界に達したようだ。それまで楽しげに笑い話をしていた福沢が耳を押さえ込んで絶叫し始めた。もうやめてよ、こんな曲流さないでよ。なんでこんなの流すのよ。涙をポロポロこぼしてな。それをきっかけに他の奴らも叫び始め、室内は狂乱に支配された。しかし6人分の絶叫は大音響の応援歌の前にかき消された。耳を押さえ体を丸めても空を持った歌声がささやきのように鼓膜に届くんだ。実際拷問の中に騒音を流し続けるというものがあるそうだ。脳を休ませることなく同じ曲を何十時間も聴かされ続けると、人間は精神に異変をきたすらしい。朝比奈はそれを知らずにやっていたとしたら生まれついての拷問マニアだってことになるな。どれだけ抗議をしても大音響の歌に邪魔をされて朝比奈の耳には届かない。もっとも朝比奈に届いたとしても彼はこの歪んだ激励をやめようとはしなかっただろう。何しろ彼は室内の阿鼻叫喚を観察するどころじゃなかったからな。
なんでかって、彼はうっとりと歌に聞き入り、歌詞の意味を味わうに精一杯だったんだ。まるでオーケストラの指揮者になったように、見えないタクトを操りながら酔いしれていたのさ。感動の涙さえ流し、陶酔の極地にいたんだよ。そう、アイドルソングの歌詞の通り、まさに今、彼が諦めなかった夢は叶ったんだからな。この歌はな、地下室に閉じ込められた6人のために聴かせたのではなく、ここまで頑張った自分へのご褒美だったわけさ。なるほど。ねじ曲がってんな。話を続けよう。朝比奈が涙を拭いて、再びモニターに注目してみると、一人の様子がおかしくなった。みんなそれぞれ耳を覆い、歌に対抗している中で、ある男子生徒が手足を投げ出し、床の上で痙攣しているんだ。目玉がこぼれそうなほどまぶたを開き、硬直した指で床をかいて、口をパクパク開閉されてさせていた。周囲がその異常に気づくまでは時間がかかった。駆け寄って解放すると、彼は苦しい息のもと、必死に自分のズボンのポケットにある薬を飲ませてくれと訴えた。しかし、彼のわずかな声は、大音響のアイドルソングに書き消され、それだけの内容を伝えるにも、長い時間がかかってしまった。やっと気づいていましたが、その男子生徒のポケットに手を入れた。しかし、薬なんてないわよ。彼女の報告は、彼の最後の希望を絶ってしまった。彼は、まじまじと岩下の顔を見つめ、震える手を自分の左胸に当てがった。やがて、全身が弓なりになり、こわばっていき、最後にがくりと力が抜けた。ちょっと、しっかりして。異変に気づいた5人は慌てて彼を解放した。汗を拭いてやったり、体をゆすったり、口元に水を運んでやったりな。カメラに向かって薬を返してやれと怒鳴る者もいたが、朝比奈はもちろん応じない。言い返す代わりにスピーカーからはまた大音量の応援歌が流れ始めた。発作を起こしたのは新井昌司だった。彼が息を引き取るまで意外に時間がかかってね。顎が外れるほどに吐いた口からぜいぜいと息をし、まぶたを半開きにして白目を向いたままピクピクと小刻みに痙攣し続ける。力なく投げ出された足が時折勢いよく痙攣する。顔をくしゃくしゃにして看病していた岩下と福沢の涙もやがて枯れ果てた。その状態で1時間ほどが経過し、せわしない呼吸がようやく穏やかになったと思ったら、要するにそれは無理やり呼吸をすることができないほど身体能力が弱まったということだったんだな。心臓が体を食い破ろうとしているかのように、左胸を天井に向かって複数回突き上げ、四肢がそれに伴って暴れ、再び床に落ちた頃には、呼吸も痙攣も止まっていた。せわしない呼吸音や暴れる物音を聞き慣れていた皆は、降って湧いた沈黙の意味を理解できず、きょとんとした顔で死者を見送った。しばらくは汗を拭き、胸の上をさすり、呼びかけ、今までと同じように看病していた。死んだということが頭では理解できても心がついていかなかったわけだ。やがて現実を受け入れるだけの理性と勇気のあるものがそっと胸に耳を押し当てた。そして残りは5人になった。残された5人は絶望に打ちひしがれ、口を開く気力すらないようだった。中にはすすり泣く者もいた。お腹すいたな。家に帰りたいよ。もう嫌だよ。みんな口々に叫んだ。誰かの心の堤防が決壊してくれれば、それはたちまちみんなの間に広がって地下室を支配した。一人が床の上に崩れ落ちたまま、泣き止まない者を慰めようと肩に触れると、触らないでくれよと力なく相手の手を払いのけて容赦なく拒絶した。その心に芽生えた拒絶はやがて警戒心となり、危機感となり、自己防衛本能と結びついて他者に向けられる強い毒に育つだろう。悪意の手応えを感じるとともに、いささか疲れた朝比奈だったが、一人死んだことの喜びと、それを自らが下したという満足感にあふれ、興奮冷めやらなかった。その日は学校に泊まることにした。そのつもりで寝袋も用意したし、母親に弁当まで作ってもらった。学校の夏季勉強合宿に参加したいと言った時の母親の喜びに打ち震えた顔を思い出しながら、母親のお手製の弁当を送った。ケチャップがいっぱい乗った大好きなオムライス弁当だった。もうこの朝日なくオムライス弁当ばっか食ってんな。昼間、旧校舎から大音量で音楽が流れていることに気づいた生徒が何人か覗き込んできたため、慌てて音楽を止めた。新井がこと切れるのとほぼ同じタイミングだったため、おそらく開花の5人は誤解したことだろう。ただそれは全くの偶然に過ぎなかった。それこそ、神のいたずらだったのか、それとももはや朝日なが見入られていたのは悪魔だったのかもしれないな。とても寝つけない彼は、誰もいなくなった学校で、そっとお気に入りのあの曲を流した。
この曲によって死んでしまった荒井への思いを込めて、荒井を送るレクイエムと名付け、固く拳を握り、ガッツポーズを取って喜びをかみしめた。夏用の寝袋は思いのほか涼しく気持ちが良かった。開花の連中は固い地面に今夜も眠るのかと思うと、また目が冴えてしまい、モニターに注視した。やはりみんな寝苦しいのか、何度も寝返り落ち、辛そうだった。その様子を見た朝比奈は、顔の前に合わせた両手が小さな拍手を繰り返し、ようやく眠りについた。そして確信した。明日にはきっと、また新たな死者が出ていると。朝比奈の予感は立っていた。朝一番にモニターを覗くと、朝比奈は失意のどん底に落ちていった。なんと二人もの死者が出ていたのさ。男子生徒と女子生徒一人ずつ。二つの死骸は、おそらく死亡時の状態のまま転がっていた。見逃してしまった。一番いいところを見逃してしまった。ああ、なんて情けないんだ。もう寝ちゃダメだ。人間一週くらい寝なくても死にはしないさ。寝るな。孤独が完成するまで、もう寝ちゃダメだよ。朝比奈は自分の頭を何度も叩きながら、歯をガチガチとかき鳴らした。そうやって自分を落ち着かせ、やっとモニターに向き直った。男子生徒は胸に刺さった包丁を抜きかけていきたいたらしく、束に手を絡ませ、まぶたも口も開ききった苦悶の形相で空を睨んでいた。女子生徒もまた、だらしなく開いた口の端に泡を吹き、裏返った白目を血柱で硬直していた。死の間際に取り落としたのだろう。彼女のそばには飲みかけのペットボトルが倒れて水がこぼれていた。おそらく中毒した。段ボールに入っていた武器の中に青酸カリの瓶があったのを覚えているか。朝比奈は訳あって青酸系の毒物をビタミン剤の瓶に入れて保管していたんだが、地下室に武器の一つとして放り込むにあたって、分かりやすいようにラベルにマジックで青酸カリと書いておいた。なんというか稚拙な狂気だな。どこにでもあるビタミン剤のラベルの上に青酸カリとマジックで書かれた薬瓶。果たして誰かがそれを信じたのだろうか。だが誰かがそれを武器に選んだのは事実だ。ラベルが冗談じみている分、本当は毒ではないのかもしれないと自分の罪悪感をごまかしながら他人に飲ませることもできただろう。他人を実験台にして毒物の侵害を見極めようといったところか、残された3人は男子生徒2人と女子生徒1人。彼は自分の部屋の奥の壁に背をつけ、無言のまま生き残った者と死者とに目を配っていた。その空気には昨日まで伺えなかった猜疑が満ちていて、朝比奈を喜ばせた。ねえ、どっちが殺したの？低い声で岩下が問うと、後の2人の男子生徒は揃って首を横に振った。知らねえよ。お前の悲鳴で目が覚めたらこんなことになってたんだよ。僕も同じです。その後には重苦しい沈黙が満ちた。そういうお前が一番怪しいんじゃねえか。自分で殺しといて悲鳴を上げるんだ。実際第一発見者が犯人ってよく聞くじゃねえか。ちょっと、私は人を殺したりしない。は？お前、朝比奈の話を聞いてなかったのか？ここに集められたのは全員人殺しだそうじゃねえか。お前、その可愛い顔の下で悪魔を飼っているんだろ？あんたもでしょ？あんたはいかにも人を殺してそうな顔をしているもんね。朝比奈は内心下舐めずるし、そんな必要もないのに息を殺して状況を見守った。凄まじい緊張が伝わってくる。一触即発か？いいぞ、もっとやれ、もっとやるんだ。そのまま一気に殺しちまえ。あはははは。もうやめましょうよ、二人とも。僕たちが争ったら、朝比奈さんの思うツボですよ。しかしまだ、理性を保とうとする者がいた。せっかくの雰囲気を台無しにしてくれる偽善者、坂上周一だ。なんだこいつは邪魔だな。こいつがいなければ、あの二人はすぐにでも殺しちゃったのに。こんな奴の話なんか聞くんじゃない。さあ殺せ、殺しちゃえ。しかし、坂上の一言で二人はかろうじて気持ちを抑えた。そしてまた沈黙が流れる。だが黒く、据えた不臭を漂わせながら、ドロドロと渦巻く空気が3人を包んでいる。もう4人も死んでいるんだ。最初に死んだ細田はこの暑さの中2日も放置されている。もう腐敗は始まっているはずだ。匂いは相当なものだろう。よく生きていられるものだ。そんなことを考えていたら、朝比奈はまた楽しくなっていた。坂上が押しとどめようと無駄だ。殺戮はすぐに始まる。強がっていても坂上も限界に近いはずだ。3人とももう取り繕う余裕もなく、絶望を受け入れているのは間違いない。弱り切った彼らにはもう苛立ちや恐怖を怒鳴ったり詰め寄ったりといった派手な動作に変換することさえできないだろう。焼き切れそうな理性は殺人を犯した犯人を突き止めるより自分の保身を第一に考えねばならないと警鐘を鳴らすので精一杯だ。
ゆっくりと死の瞬間を訪れる。もはや、きっかけを与える必要もない。待てばいいのだ。ただ待てば。疲労、周期、空腹、疑念、死体、時計のない密室に押し込まれた、うぞ、ん?有形無形の絶望の種たち。つまりは、この気の抜けたような静寂の中に、じわじわと殺意が育ちつつあるのさ。そのよどんだ空気こそが毒なのさ。この毒気に満ちた空気こそが孤独になくてはならない条件なのだと朝比奈は確信し、それに気づいた自分を褒めたたえたよ。ギラギラと目を輝かせたまま押し黙っている3人を眺めながら、朝比奈は興奮を抑えることができなかった。カメラの映像は録画してあるから、誰が人殺しであるかを確かめることはたやすい。だがそれは全てが終わってからのお楽しみにとっておくことにした。朝比奈は好きなものは最後まで食べず残しておくタイプだったんだろうな。何が起こって、誰が手を汚して、どんな死に様だったのか、すべてが終わってから万感の思いとともに振り返ろう。そう胸に決めたんだ。モニターの中でも新たな動きが見えたから、テープを巻き戻して見直している暇なんてなかったしな。肩をつけようぜ、もう。シンドは立ち上がり、壁に背を向けたまま、片手をポケットに突っ込んで、いつ飛びかかってもおかしくないほど危険な雰囲気を放っていた。そしてそれに応えるに岩下が立ち上がり、こちらも壁を背にして相手を警戒した。だが坂上は膝を抱えたまま動かない。なあ、くせえよな。この匂いは我慢できねえ。息を吸うだけで体が毒に侵されていくようで最悪だ。暑さも限界だ。腹も減ったろ。外の空気吸って、風呂入って飯食いてえよな。だからもう片付けようぜ。二人は死んで一人は自由だ。それが誰かを決めればいいだけだろ。さっさと解決しようぜ。シンドがポケットに突っ込んだ手を抜くと、いつの間に武器庫から調達したのか、ナックルがはめられていた。体格差とかあるからよ。これでも俺は正々堂々と戦いたいんでな。ハンデはくれてやるぜ。ハモとかワンサカあるったよな。お前ら好きなの選べよ。選ぶまで待ってやるから。このような局面で公正なルールも何もないような。第一、これから殺し合いをしようというのに宣戦布告すること自体が律儀というか間抜けというか、まあ追い込まれた人間の精神構造はわからんからな。閉じ込められ不臭と猛暑と空腹と猜疑にチク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 嫌になるほど苛まれたら、ただ黙って突然殴りかかりぶっ殺すこともできなくなるのか。俺はそんな局面に陥ったことはないからわからんが、あ、これ日野先輩言ってんだな、そういえば。頭から抜けちゃうわ。いいわ。とにかく岩下はこの申しにうなずいた。そして膝を抱えたまま物言わぬ坂上に二人の視線が集まった。彼の返事は簡潔だった。嫌です。なんだと?当然、進藤は突っかかった。おめえなんて言った?進藤は凄んだが、目を合わせようともしない坂上の言い分はこうだった。僕にとって一番不愉快なのは、閉じ込めたやつの思惑通りに孤独がなされてしまうことです。そこだけはどうしても嫌ですからね。ですから殺し合いは断ります。なんともまあどこまで本心だか知らないが、妙な意地を張るもんだ。進藤は彼の村越えをつかんで乱暴に引き寄せ、拳を相手の鼻先に構えながらさらに恫喝した。正気かお前、何もしねえうちに死にたいってのか。あなたは悔しくないんですか。僕らをこんな目に遭わせたあいつの望む通りに行動して。僕にはプライドというものがありますから、とてもじゃないですがそんなことには協力できません。ここで殺し合いを続けるなんて全くもって愚かですね。なんて穏やかに言い張ってヘラヘラ笑っているんだ。ナックルをはめた振動は手負いの野獣だぞ。相手を殺す気満々だ。そんな奴相手に説得どころか挑発してやがる。殺されたって文句を言えない状況だ。そんな逆上の態度にやきもきしたのは朝比奈だ。ビデオカメラは彼の表情をしっかりと映していた。泥を詰め込んだような濁りきった目をして口角が不自然に釣り上がっている。心の底からおかしくてたまらないといった具合に時折しゃくり上げるんだ。この企画を仕組んだ朝比奈でさえ震え上がるほどの目をしていた。進藤はゾッとしたようなに拳を引っ込めつぶやいた。こいつ狂ってやがる。坂上はその言葉には反応せず、相手の肩越しに空を見つめながらまだブツブツつぶやいていた。ゾウだの恨みだの毒だの、僕の感じは僕のものですよ。誰かに食わせるなんてね、まっぴらごめんです。そう、僕の毒は僕のものだ。誰にも食わせない、僕のものだ。毒は僕のものだ。ただ誰にも食わせない。そんな誰に語るともなく紡ぎ出される言葉の羅列の合間には耳障りなき音が混じっていた。
あまり喋らない男だったから気づかれなかったが、当の昔に狂っていたということか、それとも神道の強烈な提案が異性の人を切る最後のきっかけになったのか。意味不明な言葉をブツブツ繰り返す坂上が、朝比奈はおかしかった。なんとも厄介な男だと思っていたが、単に頭がおかしくなっただけだった。変人は時折まともなことを口走る。もっともらしく名言を吐いたかと思えば、5歳児の発言に戻ってしまう。坂上はまさにそれだった。神道の表情はモニターからは伺えなかった。しかし、一度はだらりと下げた拳を上げ、坂上の顔に向かって拳を構えた。朝比奈はモニター越しに神道に思念を送った。そうだ、そこまで追い詰められてしまったら、始末してやる方が親切なんだ。やれ、やっちまえよ。相手が抱くべき憎悪や恨みを持たず、狂気の中に閉じ込めながら絶命するのはもったいないことだが、人が人を殺す瞬間を目撃できる。その期待だけで、朝比奈の心は十分に踊った。なんだかんだ言って、朝比奈は人が死ぬ瞬間を見ることはできたが、まだ人を殺す瞬間を目撃していなかったのだから。だが神道は、なかなか決定的な一撃を繰り出せないまま、固めた拳を震わせていた。朝比奈が、じりじりして身もだえるほど長く。その時、事態を静観していた岩下が、突然キャッと短い悲鳴を上げた。育児のない神道は、人を殺さずに済んだとばかりに、ほっと胸をなで下ろし、彼女を見た。女性との視線の先にあったのは、死体置き場に重ねられた二つの死体だった。いつの間に現れたのか、死体に取り付いて腐肉をかじっている数匹のネズミを見つけ、おののいたんだ。神道は坂上を解放し、死体に群がるネズミを追い払い始めた。朝比奈は失望に唇を噛んで何度も机を叩いたよ。一度泣いた神道の決意は、ネズミを追い払ったからといって復活するわけではないだろうからな。案の定、空気取りの穴にネズミを追い戻した神道は、ネズミですら殺す決心がつかない自分の態度を思い知らせて、坂上と肩をつけることを諦めたのさ。何事もなかったかのように口をつぐんで膝を抱える坂上。かじられた死体を見ないようにしてへたり込む岩下。そして今日生じた二つの死体を死体置き場に片付け始める神道。一通りのことが終わると、密室にはまた長い停滞が待っていた。朝比奈はこの日もまた旧校舎に泊まり込むことにした。孤独の儀式もいよいよ大詰めだし、昨晩はせっかくその場にいながら眠ってしまったことで最高の瞬間を見逃してしまった。だから今晩は決定的な瞬間を見逃さないように寝ずに張り付いていたかったんだな。一度家に戻り、優しい母親の作ったケチャップたっぷりのオムライスを食べ、夜食用に持たせてくれたオムライスを持参して、彼は夜の休校舎に戻ってきた。ケチャップたっぷりオムライス大好きです。心配していたように目を離した隙に何かが起きた形跡はなく、3人はそれぞれの部屋で浅い眠りを貪っているようだった。夜の見回りをやり過ごすための試行錯誤だとか、モニターなどの明かりを外に漏らさない工夫だとか、朝比奈にも小さなドラマがあったんだが、それは置いておこう。その苦労は話を面白くするものではない。朝比奈一人が苦労すればいいだけの話だからな。深夜の3時を回った頃、岩下の悲鳴が聞こえて、朝比奈は眠りから覚めた。またやってしまった。起きているつもりでもやはり眠気には勝てないようだ。急いで画面を見ると、おかしくなった坂上が倒れていて、他の二人が取りすがっていた。体を揺さぶっても反応がない。またしても決定的瞬間を見逃してしまい、朝比奈は舌打ちをした。そのうち岩下が坂上の死体の傍りに転がるペットボトルを手に取った。また毒で死んだってのか。そうね、自殺だったみたい。ほら見て。女子生徒はペットボトルにカッターで刻まれた坂上の遺書らしきものを見つけ、読み上げた。ところどころ刻みにくい漢字を諦めたんだろう。そこにはたどたどしいひらがなの多い文で、僕は人間でいたい。心を食われることほど恐ろしいことはないと、それだけが記されていた。二人はくどいくらい坂上の死を確かめ、やがてそれを受け入れた。岩下は顔を覆って泣き崩れ、神道も死体の肩に顎を当てて応援した。坂上の死が本当に自殺かはビデオを巻き戻して確認しなければわからない。正気を失っているのだから、どちらかが毒を飲ませることも、ペットボトルに遺書の細工を施そうとすることも簡単だったろう。だが朝比奈は不機嫌気ままりなかった。残った二人はギスギスと殺気を撒き散らしてお互いを睨み合うべきなのに、坂上の自殺はそんな二人の憎しみ合う気力さえも奪ってしまったような気がしたからだ。まったく死んでもイライラするやつだなあいつは。坂上の死体を片付けた後、二人は部屋の対角に座り込み、ぼんやりと視線をさまよせていた。結局これまで人が殺される決定的な瞬間を見逃し続けてきた朝比奈は、ここでどうしても生の殺し合いを目撃したかった。
残った二人の体力も限界だろう。放っておくと殺し合いをする前に衰弱死する可能性も出てくる。水だけでも一週間は普通に生きていけるはずだが、この劣悪な環境は急激に体力と生きる気力、生への執着を奪っていく。まずい、早くしなければ。あれこれと頭を悩ませた挙句、彼はシンプルな解決法を見つけた。朝比奈はスピーカーのスイッチを入れ、彼らに話しかけたんだ。今、空気穴の出口を塞いだ。空気が切れる前に決着をつけないと二人とも死んじゃうよ。てな、その一言だけを吹き込むと、彼はスイッチを切った。あとは黙って見ていればいい。朝比奈が告げたのは嘘さ。冷静な判断力を失っているこの二人なら、ハッタリだけで十分だと判断したんだ。二人がそれは嘘だと思い込もうとしたところで、根拠はどこにもない。ましてや疲労で限界の思考だ。通気口が機能しているかを調べるまでもなく、朝比奈ならばやるだろうという猜疑心が強まっていくはずだ。その計算は立った。まず進藤がふらつかして面倒くさそうに立ち上がった。なあ、どうする？岩下は無言のまま壁にすがって何とか立った。おぼつかない足取りで足元に落ちていたカッターナイフを拾ったんだ。朝比奈は今度こそという思いでモニターにかじりついた。たった一言で憎悪が復活するのだから人間は単純なもんだよな、なんて思いながらな。さて、どっちが勝つか。順当に考えれば進藤だ。体格もいいし、喧嘩慣れしている雰囲気がある。だが、九祖猫を噛むということわざがあるのだから、岩下が勝つということもあり得るだろう。構えているのは刃物だし、あの目の光の野蛮さは、とてもか弱い女性とは言えないな。そんなことを考えていると、突然モニターの光が消えた。真っ暗で何も見えない。朝比奈は動揺し、モニターの側面を叩き、電源や配線を確認した。調べている最中もヘッドホンからは悲鳴や物音が聞こえてきて、事態を把握できずに置いていかれていることに焦った。いいところで他人にテレビの番組を消されてしまったあの苛立ちだよ。結局原因はつかめず、混乱に触れながら歩き回るうちにひらめいた。地下室の唯一の光源、裸電球は切れたんだろう。コードのネズミがかじったのかもしれない。朝比奈は音を頼りに室内を探ろうとヘッドホンを強く耳に押し当てた。ついさっきまで争う物音が聞こえてきた室内は静かだったが、かすかに聞こえるものがあった。どうやら呼吸音だ。それは男のものとも女のものともつかなかったが、ヒーヒーと喉に詰まるようにあえぐ様子は正気の人間の正常な息遣いじゃなかった。そして朝比奈はついに孤独が完成したのだと確信した。やった、完成したんだ。僕の孤独が完成したに違いないよ。すぐさま地下室に向かおうとして踏みとどまった朝比奈はふと今まで録画していたビデオの存在を思い出したんだ。一気に二人もの死者が出ていた昨日の放課後、彼はあえて誰が殺したか確かめなかった。誰からのどんな殺意や恨みが重なって今の結果につながっているのか、それを知らずに箱の蓋を開けてみるのもまあ一興だ。だがここに来て今までの経過を観察すること確認することが急に重要に思えてきた。好奇心もあったが、明かりの切れたあの地下の闇で孤独と対面する恐怖にしばし戸惑いを覚えたんだ。さて、朝比奈はどうしたと思う？うわー、これでも確認したでしょ、ビデオ。そうだ、朝比奈は流行る心を抑えてビデオを見返してみることにした。真っ暗なモニターの入力端子にビデオをつなぎ、該当するテープをセットし、大体の検討をつけて巻き戻した。再生すると殺された二人がまだ生きている時間帯だったので、そのまま様子を見ながら早送りすることにした。ん？映像をぼーっと見守っていた朝比奈はふとあることに気がついて首をかしげた。画面のあちこちに時々赤いものが映り込んでいたんだ。劣化した映像に黒いゴミのような模様が現れるように、ちらちらと半透明の赤い斑紋が生まれては消えている。アメーバみたいだと思いながら、朝比奈は一旦早送りを止めた。通常再生して確かめてみたが、特に不審なところはない。画質は荒いが色合いに乱れもなく、ちゃんと録画できている。朝比奈は不思議に思ったが、今はそれどころじゃない。昨日二人を殺した犯人を早く確認して孤独を迎えに行きたかった。改めて早送りをすると、また赤い模様が画面の至るところで点滅したが、もう気にしないことにした。地下室の時間が早送りで流れていく。しかし、やがて一人ずつ床に横たわって眠り出し、時折誰かが寝返りを打つ以外、目立った変化は起きなくなった。おそらくこの後、誰かが起き上がって男子生徒を包丁で刺し殺したんだろうな、と朝比奈は手に汗を握って身を乗り出した。
変化が起きたのはその直後だった。画像に映り込んでいた赤い斑点が徐々に大きくなり、点滅の感覚も定まって、次第に輪郭がはっきりと際立ってきたんだ。あちこちに点在していた赤い光の細胞がついに集合して形を取った。そんな風にも見えた。赤い塊は早回しの画面の中を猛スピードで浮遊していたかと思うと、ピタリと停止した。ある男子生徒の寝姿の上だ。朝日奈は息を飲んだ。その男子生徒が後に視察隊で見つかった風間だったからだ。よく目を凝らすと、赤い塊は赤い防災頭巾をかぶり、全体的に赤く汚れ、向こうの景色を透かした幼い女の子の姿をしていた。顔を見ると目玉はえぐられたようにぽっかりと消え、その骸骨を思わせる眼下の高い闇からは血の色の涙が伝え落ちていた。そんな無残な姿をしているのに、口元が楽しげな笑いの形に歪んでいるせいでおぞましさが感じられた。そしてその小さな手には包丁が握られていた。朝日奈は全てを理解した。見つけた。朝日奈は不審に思った。早送り中は音声が再生されないはずなのに、あたかも倍速で再生されているような甲高い不自然な声が朝日奈のヘッドホンに響き渡ったからだ。ゾーッと背筋が凍えた。直立した女の子は全身が傾き、包丁を構えながら風間の胸めがけて落ちていった。倍速の世界の中であっという間の落下だった。男子生徒もビクッと素早く跳ねたき、動かなくなった。包丁を突き立てた女の子の姿はスーッと薄れ、というよりもバラバラと散らばって、また画面中にちらつく赤い光が現れた。朝日奈はそこで映像を一旦停止して、額に浮かんだ汗を拭いた。ここには何か見てはいけないものが映っている。だがその先を見る誘惑には抗えなかった。そして彼は再び再生ボタンを押し、倍速で映像を流し始めた。次にその赤い塊が現れたのは独死した福沢の背後だった。見つけた。福沢の隣に寄り添うように自分も身を横たえた女の子は、短い両手を懸命に伸ばし、彼女の鼻と口を塞いだ。ぐっすりと眠っていた福沢は最初息苦しげに身を揺するだけだったが、ほどなくして目を覚ましてからは完全にパニックに陥ったようだった。必死に呼吸しようとして大きく口を開けたまま何度も肩を上下させる。その様子からは普段無自覚にしている呼吸のやり方を忘れたとでも言った風な戸惑いと焦りが見えた。手で鼻や口の周りを探るが、女の子の半透明の手のひらを突き抜けて自分の皮膚を撫でる羽目になってしまう。もどかしげに顔をかきむしし、足をバタつかせるが、瞳孔に穴の開いた女の子はニタニタと笑いながらへばりついている。やがて白目を向き、弱々しい痙攣を繰り返すようになっても、女の子は最後まで息を塞ぎ続けた。見ている朝日奈が息苦しさを覚えたほどの凄まじい断末魔だった。あいつらが殺しちゃったんじゃなかった。朝日奈はしばらく呆然としていたが、やがて我に返ると早送りを止めた。画面が停止した瞬間に現れていた赤い光は、止まった瞬間の中では存在できないのか、すっと消えていなくなった。朝日奈は今しがた見たことが信じられず、同じ場面を通常再生した。すると今度は何も現れない。巻き戻しから通常再生に移ると、それまでちらついていた赤い光がきれいに消えてしまうんだ。寝ている風間の胸に突然空中から包丁が降ってきて絶命したように見える。福沢が突然呼吸困難に襲われもがき苦しんで死んだように見える。しかし早送りすると再び赤い防災頭巾の女の子が出現し、同じ悲劇が再現されたんだ。朝日奈は冷たい汗に濡れた手を握り直した。足元の地下室がそんな呪われた場所だとは思わなかった。本能が一刻も早く逃げるべきだと告げていたが、彼は最悪なことに危機感よりも好奇心の方が上回ってしまった。実際に体験するわけではなく、ビデオの映像越しということで恐怖が麻痺してしまったのかもしれない。実際朝日奈自身に何かが起こったわけでもないしな。朝日奈はさらに時間を遡り、一人目と二人目の死に際についても確認してみることにした。彼らの死が記録されているあたりのテープをセットし、早送りで再生したところ、やはり赤い光はちらついていた。一人目、ピッキングしようとして感電し、階段を転がり落ちた細野の足をあの女の子が引っ張っていた。二人目、持病の発作に苦しむ新井の左胸の上で女の子が楽しげに跳ねていた。こうなると、五人目の自殺したと思われていた坂上についても調べなくてはならないよな。
最も新しいテープに入れ替えると、やはりこれも赤い光が映り込んでいた。毒入りの瓶を手にぼんやりと考え込んでいる坂上の周囲に万華鏡のような波紋が映り、踊りながら近づいていく。坂上は震える手でペットボトルに毒を入れる。ここまでは本人の意思で行われたことだった。しかしここまででは毒入りのペットボトルが自殺のために用意されたのか判断することはできない。隙を見て毒入りペットボトルを他の2人のものと入れ替え、生き残りを図るために用意したという可能性も十分にある。だが幼い女の子は坂上の後ろに現れ、またあの気味の悪い声が響いた。見つけた。その瞬間から坂上の体は怪しい力に操られ始めた。ペットボトルの蓋を開け、傾けて喉に流し込む。動作を行う手は細かく痙攣し、何かの力と本人の意志が戦っているような印象だった。その顔面は蒼白で汗に濡れ、表情は恐怖と絶望に凍っていた。坂上の手からこぼれ落ちたペットボトルには、いつの間にかあの遺書とおぼしき文字が刻まれていた。見た限り坂上があのペットボトルに文字を刻む映像はなかった。坂上が死んでも朝比奈は早送りを止めなかった。すごいもんを見ちまったという驚きと興奮が恐怖をはるかに上回っていたんだ。朝比奈は不意に昔耳にした話を思い出した。そういえば旧校舎の地下は昔防空壕だったっていう噂を聞いたことがあるぞ。空襲爆弾が直撃してたくさんの一般人が生き埋めになったとか。そんな噂話とこの映像を組み合わせ、おぞましくも恐ろしい怪奇談として世間に公表できないか、そんな妄想が脳裏をよぎった。そうだ、死者の中には小さな女の子もいただろう。周囲の人間が泣き止まない女の子をなだめるためにかくれんぼをして遊んであげていたりなんかして、そんな設定を付け加えれば、あの身につけたというセリフがリアリティを持ってくるな。無双は面白かったが、朝比奈はそこで現実に帰った。彼もそこまでバカじゃない。この映像を世間に公表してしまえば、自分が生徒たちを閉じ込めて殺し合いをさせたのをバレてしまうんだからな。まあとりあえず帰った方がいいかな。どうせ後の二人もあの赤い防災好きの女の子に殺されてしまったんだろうし。孤独は失敗したわけだが、音量が相手なのだから仕方がないな。不思議と喪失感はなかった。あれだけ執着して準備を進めてきた孤独計画なのにこんな形で終わってしまった。しかし人が殺される瞬間を堪能できた。誰も知れない真実の映像を自分だけは見ることができた。誰も知らない驚愕の真実を自分だけが知っている。それは何にも勝る優越感であったし、初めての貴重な体験だった。それが孤独の失敗をはるかに上回っていた。そして思った。これ以上関わっては自分にも累が及ぶかもしれない。何よりも自分の身が可愛い彼は潔く諦めることにした。早送りのままにしておいたテープはすぐに停電の時間帯まで行き着いていて、画面には延々と暗黒が暗闇が表示されていた。朝比奈は停止ボタンを押したが止まらない。何度落ちても反応がなく、黒一色に表示された画像は相変わらず倍速のペースで置かれている。なんだよこれ、壊れちゃったのか。これやばいやつだ、これやばいやつだ。朝比奈先輩やられるぞこれ。一時停止や巻き戻しも試したが反応がない。単なる故障だと心を落ち着けようとしても嫌な予感がそれを打ち消した。逃げよう、もう逃げた方がいいと分かってはいたが、どうせならこのテープを回収したい。録画時間いっぱいまで早くすれば自動で止まるはずだから、そうしたら回収できる。なんて欲望が頭を持ち上げてきてしまい、なかなか足が動かなかった。なあバカなやつだよな。ここで異変が起こったら自分の身に危険が迫ったって気がついてもいいのにな。好奇心は猫をも殺す。まさに朝比奈のために用意された言葉じゃないか。そのうち画面の闇に変化が起こり始めた。黒い画面の周囲から赤いものがせり出してくる。停電した真っ暗の室内を映したはずの映像になぜこんな変化が起こるかがわからなくて、朝比奈は首をかしげてそれを見守った。すると黒い円がみるみる小さくなり、赤い複雑な濃淡がその分面積を増やしていった。それを見ながら彼は、カメラが何かから遠ざかっていくみたいだな、なんて思ったんだ。それはその通りだった。実際はカメラが遠ざかっているんじゃなくて、カメラのレンズにへばりついていた被写体が遠ざかっただけだったんだけどな。うわぁ、映り込んでいる物体の正体を理解して朝比奈は悲鳴を上げた。モニターいっぱいに映し出されたのはニヤニヤと笑う女の子の顔のアップだった。おお、怖っ。要するに黒い円は女の子の眼下、他の赤い部分は彼女の肌だったというわけだ。ぽっかりと開いた
目のくぼみにカメラの先端を突っ込み、向こう側から覗いていたんだな。薄汚れた肌、丸く大きく開いた空洞、すべてが間近に見て取れた。全身が震えるほど恐ろしいのに、その場を離れることができなかった。見つけた。ひぃ。朝日奈はヘッドホンを引きちぎるように外す。こわばる足を無理やり動かして、必死にモニターの前から遠ざかった。画面から放射される悪意が直接生命力を吸い取っていくような気がして、極限の恐怖が彼を襲った。見回りが来て機材が見つかったら厄介だなどということはもう頭になかった。とにかく今はこの場から離れなければ命に関わる。孤独を観察していた頃は興奮とともに駆け抜けた廊下を、今は無様に泣きながらよろめき走る。あの廊下を通って、あのドアを抜けて、一刻も早く救護車を出るんだ。今何時だろうか、外には誰かいるだろうか、いたら助けてくれるだろうか、そんなことを断片的に考えながら、外に出るドアを無事に開けた瞬間、あ、助かった。安藤が体を突き抜けて、思わず固い地面に座り込んだ。だが、後ろで鉄の扉が閉まり、ガチャンと鍵のかかる音がした。すがすがしい外、下界の空気を求めて大きく息を吸い込んだ喉が悪臭にむせ返った。どういうことだ。右を見ても左を見ても暗闇ばかりで何もない。まさかいくら今が夜だったとしても、ここまで完全な闇はありえない。それに手を伸ばすと、すぐに壁らしきものに当たった。コンクリートだ。改めて手に地面に手を伸ばす。ザラザラした感触は鉄土ではない。地面もまたコンクリートだった。しばらく周囲を探ると、どうやら背にしているのは施錠された鉄扉。そこから下る狭い階段の途中にいるようだった。ここはまさか、外に出たはずなのに、助かったはずなのに、ここはあの地下室じゃないか。どうしても認めたくはなかったが、視覚が、嗅覚が、触覚が、それが現実であると告げていた。そして彼の耳元で、あなたが次の鬼だよ。不意にあの声が響いたんだ。こうして朝日奈は光源のない地下室で勝ち目のないかくれんぼをする羽目になった。部屋の中には新しい死体も腐った死体もある。血も流れているし、排泄物も溜め込まれている。ペットボトルはあちこちに落ちているが、そのうちの何本かは毒入りなのだろう。すべて朝日奈自身が作り出したものだ。暗闇の中で何かに出会っても、毒入りの水や人間の死体を食らう羽目になっても、それはすべて自業自得というものなんだろうな。俺の話はこれで終わりだ。朝日奈がその後どうなったかは知らない。なんで俺がこの話を知っているかというとな、8人の生徒が行方不明となった事件から数年後、新聞部の先輩が旧校舎を調べて、偶然朝日奈のビデオテープを入手したからなんだ。一度再生しただけでこれは関わってはならないものだと判断した先輩は、どこにも公表することなくテープをお清めに出したらしい。学校にも警察にも報告しないでな。そのおかげで先輩自身には何も起こらなかった。そしてこの話が新聞部内で口伝えで残されているというわけだ。へえ、だから坂上、お前も上級生になった暁には後輩にこの話をしっかり伝えていくんだぞ。そうそう、テープを発見した先輩はあまりに恐ろしくて地下室の調査はしていないらしい。どう思う坂上、新聞部員として行く地がないと思わないか。お前なら事実を究明したいと思うんじゃないか。なんなら今から行ってみたっていいんだぞ。俺とお前ら7人でな。面白そうじゃん。行くの？え？突然上がった場違いの明るい声に僕は顔を上げた。福沢さん、なんてこと言うんだ。これは面白いとか面白くないとか、そういう問題じゃないだろう。ね、せっかくだから今からその地下室に行ってみようよ。助けを求めるように他の人たちの出方を伺った。俺はいいぜ。マジで？僕も。進藤さんと細田さんはすっかり乗り気のようだ。やめてよ。帰ろ。面白そうね。私も行こうかしら。おや、か弱いレディたちが行くというなら、僕は同行してガードしないわけにはいかないね。安心してね、子猫ちゃんたち。僕がいれば悪霊なんて殴り飛ばしてやるからさ。岩下さんに風間さんまで、僕は最後の望みをかけて残る新井さんに目を向けた。新井さんはどうします？日野さんの話は本当に気分を害するものでした。正直吐き気がしましたよ。そうでしょう。そんな場所には行きませんよね。状況から言って、僕らの名前を使いたかったのは理解できます。ただ、自分の名前を使えると映像がダブってしまい、まるで自分があんな目にあっているようで不快でしたよ。
僕は薬を欲しがって苦しみながら死んだ。喘息の持病はありませんし、心臓が弱いとも思っていません。僕の名を付けられた死体がまだあるのならば、会ってみたいものですね。これは自分の目で確かめる価値はありますよ。おい、行くんかよ。行くの？まだ続くこれ。そんな、でも地下室の場所わからないんですよね。もし分かっていたら、みんな特に地下室に出入りしているはずですし、それにまつわる都市伝説だって。分かっているさ。そのビデオの中で冒頭、朝比奈は地下室への入り方を自らの口で喋っている。だから場所ならわかる。そうですか。みんな乗り気だぞ。お前も行くよな。あ、やべ、選択肢出ない。行くしかないんだ。あ、はい、よし、それじゃあ早速移動だ。やったー。結局日野先輩に押し切られる形で旧校舎の地下室を調査する羽目になってしまった。マジかよ、とうとうここまで来てしまった。昼間でさえ不気味な旧校舎が夜になり、なおさら牛気味悪い。正直そんな場所に行きたいなんて思わない。でもこれだけの人数で行くなら怖くないんじゃないか。いや、そんなことない。あの話を思い出せ。彼らは8人でやってきて全滅してしまったじゃないか。日野先輩はさすがと言うべきか、人を煽るのがうまい。気の進まない僕を、やり取りを聞いていた語り部の皆をその気にさせることで旧校舎に連れ出してしまうのだから。気のめいる僕の隣で福沢さんなんかキャーキャー騒いで、なんとなく遠足的な雰囲気が漂っている。そして風間さんも福沢さんに釣られて一緒に騒いでいる。地下室に何もなかろうが、白骨死体の山が見つかろうが、これはこれで楽しい経験として記憶に残ればいいな。無理にそう思い込もうとしたのだが。さあ中に入ろう。あ、でももう夜です。旧校舎の中は電気がつかないですし、とても中が見えませんよ。懐中電灯もありませんから、後日出直してきた方が。懐中電灯なら人数分持ってきているぞ。これだ、日野先輩閉じ込める気じゃないの僕ら。なんて余裕がいいんだ。というより、人数分あるってことは最初からここに来る気満々だったってことじゃないか。坂上、お前なんだか入りたくなさそうだな。怖いのか。あ、いえ、入ります。どうして断れないんだ。入りたくないって正直に言えない僕は自分が嫌いだ。あれ、ここだと思ったのに塞がれてるな。入れないならありがてえ。はい、やめとこ、やめとこうぜ。日野先輩が一部だけ変色した壁の前に立ち止まり、呆然とつぶやいた。地下室を前にして緊張していた空気がどっと弛緩した。入れないんですか。おいおい、ここまで来てそりゃねえだろう。僕は地下室に入れなくて正直ほっとしたのだが、福沢さんと新藤さんは不満そうだ。一番辛辣したのは新井さんで。とんだ茶番ですね、バカバカしい。ボソッとつぶやいたのだが、しっかり聞こえている。日野先輩は決まり悪そうに頭をかいた。いや、参ったな。日野くんのことだから事前に下調べはしてあったんでしょ。塞がれているってどういうこと。私裏切られたような気分だわ。岩下さんからゾクリとするような気配が漂ってきた。しかし細田さんはブルッと身を震わせ、ああ、僕なんかトイレ行きたくなっちゃった。ちょっと行ってきますかね。ちょっとなどと全く関係ないことを言い出す始末だ。この人本当にトイレ以外に興味ないんだろうか。まあいいじゃないの、日野だって失敗するよ。いや、失敗の方が多いかな。でもさ、せっかく来たんだから、このまま記念にもっと旧校舎を探検しなくていいよ。さあ、鬼の子は怖かったらこの僕の手を握ってくれ。たまえ、僕の手は2本しかないから片手に1人ずつだよ。ああ、鬼の子は2人しかいなかったね。あはっはっは、ちょうどよかったじゃないの。ささ、お手をどうぞ。風間さんは唯一ニコニコしているが、美女を2人も連れて旧校舎まで来られたことが嬉しいだけなのだろう。ああ、なんだがっかり。僕たちはそれぞれの感想を漏らしながら旧校舎の出口に向かった。今日の集まりを振り返り、誰の話が面白かったかで盛り上がったりして、みんな今日会ったばかりなのになかなか打ち解けているようだ。用語を済ませた細田さんが小走りに戻ってきた。ちゃんと手を洗ったのだろうか、この人。この人手を洗わなさそうで心配だな。ねえ、LINE 交換しない？同じ1年だし仲良くしようよ。福沢さんに甘い声で誘われて、僕としてもいい気分だ。そんな風に和気あいあいと旧校舎から外に出るドアをくぐった、その瞬間は？辺りは闇に包まれた。夜なのだから暗くて当たり前だけど、これは夜とは違う闇、深い深い暗闇の暗黒の闇だ。そして近くで鉄の扉が閉まる音がした。ガチャリと施錠にいた重い音も。あれ？何？突然視界が暗く閉ざされた。あちこちで皆のざわめきが聞こえる。何これ？何よこれ？
何なの？福沢さんの怯える声を聞きながら、僕はデタラメに手を伸ばした。コツッと行き当たったのは、コンクリートらしき壁だ。まさか。おい、冗談じゃねえぞ。どういうことだよ。日野、てめえ、俺たちははめやがったな。違う、俺だってさっぱりわけはわからないんだ。昨日確認しに来た時には、壁は塞がれていなかった。それなのに。おい、日野、てめえ、ふざけた冗談。お、悲鳴が、僕たちあの地下室に閉じ込められているんですか？これって、あの話通りですよね。そんなバカな、だって壁は塞がれていたし。日野くんは昨日来た時は塞がれていなかったって言っていたわ。わずか一日で誰が塞いだっていうのよ。それってもしかし。ミアの叫び声が聞こえてくる。そして一人、また一人声が聞こえなくなっていく。その現実を認めまいとする僕らを嘲笑うかのように響き渡ったのは。見つけた。クスクスキャー。それは神経を逆なでするような甲高い女の子の声だった。うわ、かくれんぼ怖っ。というわけで、いや、めちゃくちゃ長かった。岩下さんの話。岩下の花の話じゃないんだけど、いやー、この選択肢は長いね。疲れちゃったよ。喉枯れ果ててるわ。というわけで、ちょっと長々としたお話だったんですけど、終わりにしたいと思います。次回また別な人のお話聞いていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけで、ここまで語りは私、コインでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。